はい、というわけで、新しい村ジャー君のイケボチャンネルです。というわけで、今日もね、マリオカットやっていきたいと思います。はい、このチャンネル名にね、した理由は絶対聞かないでほしいんですけど、昨日の動画というか、最近の動画皆さん見ていただけましたでしょうか。村上くんがね、最近、あ、コロナウイルスがいる！コロナウイルスがいる！いや、ちょっとその話しようと思ったんだよな。そう、さっきさ、そのコロナウイルスとかね、そういうのがちょっといろいろと話題になっておりましてですね、なんかマスクがやっぱり売り切れちゃってるじゃないですか、どこもかしこも。僕、こう見えて花粉症なんですよ。あ、ま、これミラか。花粉症で、だからすごい困ってるんだよね。だからこの先の人生どう生きていいのか俺はちょっとわからないっていう。うん、やっぱ花粉症だからさ、マスクがないと本当にやばいんだけど、今マスクがどこもかしこも売り切れちゃって、こう、もう本当にやばいよね、普通に考えて。いや、誰があんなに買ってんだろう、本当にね。しかもさ、なんかメルカリとかで今転売してる人がいいのかな、よくわかんないけど、なんかそれがツイッターとかで回ってきたけど、そういう人は許せないよね。一花粉症としては許せない、本当にね。これ投げようか、前にね。うん、マジで許せない、本当に。腹立つね。よし、いけ、いいよ、いいよ、完璧。これ多分ね、1位になれますね。余裕です。絶対これ1位になれますね。よし、いいよ。あ、間違えて使っちゃった。いいや。いや、本当に皆さんどう思います？マスクがないの。本当に。なんかね、本当に薬局、どこもかしこも、どこの薬局行っても、コンビニにも売ってないのよ、最近もう。やばい、危ない。やう痛いよ、あなた、本当に。すごい。オッケー、分かった。完璧。最近さ、あれだよ。俺、すごい、上手くなったからね、マリオカートね。ちょっとは上手くなってる。でも、運要素強いからな、マリオカートな。本当に。運ゲーなのよ。ガチ運ゲーなのよ。俺のね、技術とかどうこうじゃないのよ。もう、ほんと運ゲー。なんかもう、雷とか降ってきたら、もうそれで終わりだしね。よし、いいよ。コロナウイルス抜いた。よし。で、あとはこの前のユマってやつを抜けばいいだけだな。コロナウイルスが後ろから近づいてきておる。怖いな。あいつに近づかれたら、あいつに抜かれたら、俺もう明日コロナウイルスかかるっていうね、ことにしとこう。うん。やばい。でもなんかいろいろとあれだね、ネットではなんかコロナウイルスについてなんかすごいなんか書かれてるね。なんか結局インフルエンザより弱いとかさ、その強い弱いみたいなね。まあどっちでもいいんだけど、どっちでもいいんだけども、結局体に害はあるじゃないですか、ウイルスだから、ね。ちょっとこれやばいな、これやばいな、これ負けんじゃねえ、これ。いけ、頼む、あー、コロナウイルスに抜かされた。はい、というわけで、コロナウイルスにかかりました村上ちゃんです。というわけで、第2回戦もやっていこうかなと思うんですけども、前回か前々回のね動画で質問というか、まあなんか相談とかありましたらぜひコメントしてねっていう感じで言ったと思うんですけど、今回それについて返していこうかなと。お、コロナウイルス死んだ。よし、俺コロナウイルスじゃなくなった。今落ちたからね、あいつ。よし、俺コロナウイルスじゃなくなった。よし、まあそう、今からねちょっとコメント読んでいこうかなと思うんですけど、とりあえずねちょっとやっぱレース途中なんであんまり読めない時もあります、たまにね。そういう時はちょっと許してほしいなという感じなんですけど、まず1個目、じゃあとりあえず読んでいきますね。千早くんが、あるよにじゃない他の YouTuber の中で一番つるんでる友達が気になるなるということで、まあ村上くんはですね、普段アルティメット4人っていうね、まあチャンネルがありまして、そちらの方で顔出しをしておりますんですけども、ちょっとここポーンいって、ね、ちょっと待って、一回ここで集中。よし、 OK。で、そこのメンバー、他のメンバー、ん？そのメンバー以外で普段絡んでる YouTuber 誰ですかという質問ですね。はい。まあ、その、アリオリを知らない人も結構いると思うんでね。とりあえずちょっと説明したんですけども。まあそうですね。僕はその、一応バズっていう事務所に所属しておりましてですね。結構評判の悪い事務所ですね。まあその、評判の悪い事務所に所属しておりますけども、これやばいな！これやばいな！あー！そう、まあ、やばこう、激流よ、今の。やばい。え、マジ、ちょっと、あ、私はそれ、ポーン！ね。なんで俺が当たるんだ、それを。本当に。運がない。あ、落ちてったバナナ。落ちてったバナナ、今。かわいそうなバナナ。まあ、ちょっと、そう。で、その、事務所、バズっていうね、事務所に所属してるんですけども、まあ、そうですね。その、事務所のメンバーの中でも、マリモっていうやつと、コナンってやつと、あと結構ね、あんま知られてないんだけども、トドロキちゃんっていうね、いう人がいるんですけど、その人とかと一緒によく遊びますかね。なんか本当に、基本的にその人たちといるかもしれない、普段は。うん。あと事務所に行ったら、セリシュン・ジュキヤは、ほぼの確率でいるし、うん、結構そうかな。まあ、そうだね。で、テオくんとかもたまにかな。遊ぶぐらいかな。うん、なんか本当、そうだね。自分からちゃんと誘う人は、まあさっき言ったマリモ、コナン、トドロキちゃんぐらいかな。うん。でも意外とね、その中で一番仲いいのはトドロキちゃんっていうね。これ言っていいのかな？なんかトドロキちゃん嫌じゃないから俺と仲いいって言われるの。
え、でも普通に俺的には轟ちゃんは俺のお母さんなのよ。あ、いや、お母さんじゃない、お姉ちゃんになりました最近。お母さんって言うとちょっと不機嫌になるから、ちょ、お姉ちゃんって言ったら、あ、終わった、終わっちゃった。はい、というわけで第3回戦やっていきたいと思います。よろしくお願いします。ちょっとね、さっき話の途中で終わっちゃったんだけど、まあさっきの話はちょっと終わりにして、まあちょっとまた、あ、気持ちのいいゲップ、朝一のゲップだ。まあ言うてさっき起きたんだけど、まあ今の時刻がですね4時半。やばい、本当に。昨日ちなみに何をしてたかっていうと、ゲップじゃないよ、ゲップをしてたわけじゃなくて、あの昨日あのアイドリッシュセブンっていうね、ちょっとこれまた紹介しようかなと思ってるけど、動画で実写ね、ちょっと今度紹介します。そう、アイドリッシュセブンのね、ちょっと DVD、 ライブ DVD を買ったんで、それを見てたんですけど、そう、まあとりあえずちょっと話をちょっとそれ置いといて、まああれですね、ちょっと質問というか相談の方返していこうかなと思ったけど、ちょっともう一個話があった。ちょ、もう一個だけさせて、ちょ、こ、前に投げる、よし、して、当たれや、くそ、まあいいや、あん、やだ、うん、とりあえずちょっと一個だけ言いたいことがあってですね、最近そのもうこの僕のこのチャンネル、このチャンネルを結構ね、海外の人が見てくださってる、おー、まあ、海外の人が見てくださってるんですけども、かなりね、本当にびっくりしたんですよ。結構な人数の海外のコメントが、海外からのコメントがありましてね、僕はすごい嬉しいんですよ、本当にね。あの、自分のこのね、動画がまさか海外から受けるとは思ってなかったので、すごい嬉しいというか、まあ、ちょっとそれも置いといて、まあ、そう。それでですね、ちょっとぜひ、あの、英語とか得意な人がいらっしゃいましたら、僕のこの動画に字幕、つけれる人いないかなっていう感じなんですけど、あの字幕 YouTube の機能であるじゃないですか、字幕をつけれるやつ、あれ、いや、ちょっとぜひやってほしいんですよね、僕本当にお願いして、あ、いて、もう最近ここでめっちゃサンダー食らうんだけど、あー、ま、あー、これ死ぬよこれ、あー、危ねえ、でかくなってこった、あー、もうダメだ、最近ね、本当にここの不運な事故、あ、もう最悪最悪最悪、もう、あー、あー、あー、ゴミアイテム、あー、もう終わり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 、もう全部終わり、もう全部終わり、これもう、はい、というわけで第4回戦やっていきたいと思います。あれ、これ本日2回目のこれあれじゃないですか、コースじゃないですかね、ここはあんま好きじゃないけど、まあ、というわけでやっていきたいと思います。いや、さっきの話はなんだっけ、あれ、そっか、海外の人が多いから誰か翻訳してくれっていう話だったけど、ぜひね、やってくれる人いたら本当にお願いします、マジで。あの、できるならね、結構なんかその海外のね、人とかもコロナウイルス、まい、よし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 、死んだコロナウイルス、あー、最悪だよ、コロナウイルスに抜かされちゃったよ、また。まあいいわ。まあそう、海外の人もね、結構なんか日本語を学んで、普段は日本語を学んでおりまして、ちはやくんの動画を見てますよっていうね、結構人が、そういう人がいっぱいいてね、もう本当に嬉しいなと思いますね。こんなクソ動画で、こんな動画でね、日本語を学んでもいいのかと。ね、だったらもっと他のこともあるんじゃないかなと思ったけど、まあ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 、でも見てくれてるだけすげえ嬉しい、危ない、危ない、危ない。これ前に投げます、あ、やべ、死ね、誰か死ね、当たれ、おーし、来た、当たった、今うまかったよ、よし、いや、まあそうだね、まあそう、ほんとありがたい、痛ぶねえ、お前ほんとにチョップ、え、消えた、今チョップ消えたよね、あゴーストね、あれね、まあいいわ、まあそうですね、ほんとにありがたいというわけで、あー、またかよ、そこでまた同じことを繰り返していくのか、僕たち人類はもしかしたらずっとこうやって同じことを繰り返してしまうのかもしれないね、本当にね。なんか最近どうですか、皆さん調子は。そう、なんかね、珍しく俺1ヶ月に1回ぐらい絶対俺風邪で寝込むんだけど絶対にその時期があるんだけども、今回なかったのよ。ちょっと体調悪かった時もあったんだけどね、でも今回はね、なかったね、あんまり。なんか、うわ、もうマジで死にそうみたいな、なかった。やばい、これ使おうか、なんで食えよ、無能だな、お前は。何をしてんだ、お前。無能だな、このパックン。ちょ、無能パックンだ、無能パックン。オワコンパックン。本当に。最悪だ。あ、もう、本当にゴミだわ、今のは。なんだよ、今、食えよ。食ってほしいところじゃん、今のは。どう考えたって。よし、ここで。よし、来た。いてー、本当に。お前、もう、本当に動画的な空気を読むな、本当に。別に、そこで空気読んでほしいわけじゃないしな、俺、別に。ちょっと、ここでショートカットして、え、じゃ、2個取って、よしよし、いいよ、これでいいやつ、あ、こうアイテム、いいやつ、これいいよ、よし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 、あ、いけ、こいつは抜かせ、うわー、抜けたー。はい、というわけで今日ね、ラストでやっていきたいと思いますよ、本当にね。はい、というわけでね、最近ちょっと毎日投稿頑張ってんだよね。ちょっと今月はこのイケボチャンネルをちょっともっと頑張っていこうかなと思ってる。
まあ、他のチャンネルももちろん頑張るんだけどね。あ、そうだ、そういえばね、今月から僕あのリア友ともともとやってた白米にというチャンネルもちょっと頑張って動かそうかなと思っておりますので、あぶあぶあぶ、ぜひね皆さんチャンネル登録お願いします。本当にぜひぜひ白米見てください。結構面白いと思います。なんか結構日常会話ですねなんか日常的な面白さがありますね。もうなんかなんだろうねなんかただ男3人が遊んでるだけの動画そういう感じで見てほしいな、うん、ぜひぜひぜひ見てください。ぜひ海外の方もね、それこそ海外の方もぜひ見てほしい。よし、ここ行って、あ、これ来たな、これ完璧だろ、行け、ここ来たべ、ここ来たべ、チーズ当たり、よし来た、わ、綺麗にショートカット決めていく。よし、素晴らしい、気持ちいいね、今日のこのショートカット気持ちよかったね。よし、ここでここまでショートカット行こうか。オッケー、いいね、完璧だ。なんでそのタイミングで、お前バカ、本当にお前そのタイミングで赤コーラ、赤コーラ、青コーラ、本当やばいって、本当にコロナウイルスに抜かされる。コロナ、本当にお前コロコロ変えすぎなんだよ、お前キャラクターコロコロ変えすぎじゃね。なんかさっきルイージじゃね、なんだっけ、マルイージャだったよねこれね、こいつもうコロコロ変えすぎて、だからコロナウイルスなのか、お前本当にコロコロしやがって本当に。よし、ここでここだね。よし、ここで使っていって、はい、ここ来た、オッケーオッケー、完璧完璧で、ここで落ち着いて1個だけ使う、1個だけ使ってここ使う。よし、完璧、いやーよかったよかった、ちゃんと順位取り戻したから、まあこれでもういいでしょう、これで完璧でしょう。でここで先のね、あそこの穴でトンネルでここで使う。よし、完璧、はい、ここで使う、うわ、ばうべ、くそ、チーズに抜く、やばい、チーズが邪魔、うわ、コロナコロナ、お前コロナやめろ、お前には抜かされたか、やばいやばい、お前突進してくんだ、お前タックル、お前日大タックルか、お前日大かよ、お前本当に最悪だ、お前、いやあ、ほんとに、はあ、お前には絶対抜かされたくない、本当にコロナだけには抜かされたくない、うわやばい、本当に、おいコロナやめろ、いや大丈夫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 、コロナには抜かされない、今回の目標です。これでこれでも先にショートカットがあるんで、この先のショートカットでどうにかどうにか、ちょっとここの先だね、ここの先行こう、ここの先、よし、どうにか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 、いやコロナには絶対抜かされたくない、本当にやばいやばい、コロナやばい、コロナコロナの、やばい、あ、俺の順位より低い高い、うん、こいつの方が強かった、コロナの方が、俺負けちゃった、さよなら。